は市川駅ですね。めちゃくちゃ天気いいからちょっと試しの撮影ですね。今日は最高画質の 5.3K で今撮ってるんです。どれほどの高画質で撮れるかなっていうのでちょっと来て、でここの下に地下にオーガニックというか、まあ無添加とかそういう食品が売ってる、そういうばっかり売ってるとこがあるんで、ちっちゃいんですけどね、いつも行ってる麻布十番の大きなとこじゃなくてちっちゃいとこがあるんですよ。全然麻布十番の何ていうスーパーでしたっけ、ビューセボンではなくてね、違う会社のね、そういうオーガニックの店があるんですよ。まあ似たようなもんも売ってるんですよ、半分以上。ただでもここにしかないものもあるかな、ここに降りて左に曲がるんです。こだわり屋っていうなんかあそこがそうです。ここのスーパーもね、わりかし普段売ってない、普段のスーパーで見かけないものも結構品揃えがあって面白い。そうですね、こだわり屋さん、もう通り越してた、ここがそうですわ、ここの店がそうですわ。気分切るそう、こういうのは全部ね、オーガニックやから、まあ無農薬で使われてる。僕バナナはね好きですね。インカバナナ、ペルー、ペルーさん、同じペルーさんと何が違うんだ、何が違うんだ、同じやん。まあいいわ、とりあえず買うんですわ。いろいろ野菜もあってですね。野菜はねこういうとこで買わないとね、普通のスーパーで買った食材なんてもう食えないっすよね。やばいね、病気するで、マジで。お、パイナップルもいいかもしれないな。沖縄産のやつ美味しいよ、これ。ちっちゃいやつね、これ美味しいよ、この。かわいいよね。これいいかも。ちょっとこれも買います。あとちょっと荷物あるから、ちょっと置いとく。あとで買おう。メープルシロップ、ビオっていうのはねあれですね、ビオセボンのビオですね。だからオーガニックって意味ですね、ビオっていうのは。あのフランス語なんですよ、ビオって。有機蜂蜜、まあ、ここらはね、僕ね山行くのにねこれとかねいっぱい持ってったんですよ、重い荷物を。でもコケルとストーブを忘れたから全然意味なかった、ね、だからもうテンション爆下がりして帰ってきたわけなんですよね、この辺りも使えるよね。まあ他のスーパーで持ってるものもある。そう、でもほとんどでもオーガニックだから。それと言って、あ、そうや、私これ買おうと思ってたんですよ、ブルーベリー、オーガニックカーネルコーン、ね、しそうでも買ってるんだけど、あれ、あのインゲンの豆じゃなくてあれも欲しいな、ルビースか、いやカーネルコーンか、カーネルコーン、インゲン、あ、インゲンもあるか、シュリンプ、指ね、
まあ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 。ヨーグルトもね、これはいいじゃないですか。加工肉は基本僕は食べないですね。体に悪いから。豆腐、うん。今日はもうお昼超えてるんで夕食になるかな、これは。豆腐で何か料理しようと思えば何しようかな。焼きそばの有機、たまにオーガニック、あ、一応オーガニックだね。そう、今疲れてるだけ、あの、なんかいろんな薬剤を入れられてるものもある。選ばないとダメですね。これ僕の好きなやつですね。これめちゃくちゃ美味しいよ。タイのグリーンカレー、オーガニックの。これビオセボンで売ってますね。でも540円です。税込みで。これレッドカレー、これ一回か食べてみようかな。レッドカレーね。グラムマサラ。これも欲しいとこやけども、グラムマサラあるやん。袋で買った方がお得なんじゃん。多分。袋で買ってみよう。グラムマサラ580円、これで1000円する。これ1個だとりあえず混んでいいや。これでいいかな。オーガニックのチョコレートもあるんですよ。あ、この間これネットで頼んだやつと一緒や、これ。うん。これ、これを買ったんですよ。あの、あれですね。あの、なんていうの？ま、あの、なんていうんやろ、あれは。果物とかバーって混ざるやつ。うん、そうそうそう。これを山に持っていこうと思っていっぱい持ってったんですよ。重たかったらね。重いんですよ。行動食として持ってったかな。ここらも食べれるよね。すもも餅ってうまそうやん、これ。うまそうやな。チョコレートがこっちにあったね、確か。あれ、場所は変わってるね。場所は変わってますが、稽古やわ。あれ、どこ行ったっけ。この辺りかな。いろいろビスケットもあるんですけど、食べたいものがないですね。これはよく買うやつですね。お値段手頃。チョコレートって前なかった？チョコレートはあれ、冬寒い時限定なんですよ。ああ、そうなの。ああ、ありがとうございます。カカオ。もういいや。はい。はい、ただいます。今日お願いします。ただいます。クラブデリーズです。ね、この地下に成城石もね、たまにオーガニックみたいなのもある。でも独特しいのもある。そうそう、まあでも成城石は好きやね。
結構あの無添加のものも結構多いんですよ、うん、だからここで買うこともたまにある、うん、2個ぐらい買っとくわ。いつもの正常で売ってるものやな。お酒、この辺はお酒。カレー。これはね、山盛りのね、グリーンカレーもうまいけど、ちょっと添加物が使われてるのがあかんのでやめました。ちょっと気になる。うん、あかんな、添加物まみれやな。エチオピアカレーはまあまあうまいよ。これも、これは添加物はそんなに使われてない。そう、これもあんまピリッとして美味しかった。あれ、何気なく YouTube にアップして編集したやつアップしてるけど、これはね、やっぱね、この今僕のこのモニター画面から見る限りではめちゃめちゃ綺麗な画質だよね。もうモニター自体も綺麗な、その画質になったから余計そう見えるのかもしれないけど、でも実際でもほんまに綺麗やと思います。 5.3K っていうのは初めて使うから。今まで GoPro8 までは 4K しかない。 4K を大体普段 4K の30フレームのスーパービューなんかバイクで持って撮ってたのは、そうですね、大体その感覚で撮ってましたね。もうバイク乗ってる時はそんなに歪みを感じないんですよ。真正面にまっすぐのところを撮ってるから。で、こういう普通に歩いたりする時の撮影は、やっぱりリニアが一番綺麗ってことは思うよね。歪みがないね。で、その歪みも、スーパービューで撮った歪みとかも、パソコンで編集の時に直せるんですよ、実は。うん、直せるんですよ。もうそのできるだけも編集に時間をかけたくないっていうのが僕の、もうパソコンに向き合う時間がね、もうすごく苦痛なんですよ。苦痛というか、やりだしたらやりだすんですけどね、もう時間忘れてしまうからね、そうなると。どうでしょうかね、なんかこういう緑のところ、広いところを撮るとね、この GoPro のね、美しさというか、画質の良さを感じれるんじゃないかな、とは思います。うん。これ、もっとスーパービューで撮ってもいいかな。こういう広いところではね、スーパービューの方が絶対に綺麗に撮れるんで。だから山とか、自然とかに行くときはスーパービューで撮った方がいいと思う。こういうのはね、都会のね、ビルとか建ってるまっすぐな、こう、直線とか、ライダーク、ああいう景色が多いときは、こういうリニアの方が、ね、歪みのない、綺麗な、動画撮れるみたいですね。やっぱ綺麗に撮れてるよね、これ。モニターで見る限り。うん。やっぱ全然違うね、やっぱり。4K とはまた一味違うね。おしまいにもう 8K も出てるからね。いやいや、GoPro の 8K は出てないけど、その 8K っていうのが、多分一眼レフとかで撮って 8K 撮ってはずだから、YouTube にアップしてあるから、どうですかね。なかなかいい感じに撮れてるんじゃないですか。めっちゃ綺麗やな、ほんまにこの画質が。モニター見ててもそうわかるもん。めっちゃ綺麗ですよ。